7月31日新宿の東京厚生年金会館で今年も V ジャンプフェスティバルが開催された。2000名ものゲームファンが集まったぞ。さて今回はどんな新作ゲームが発表されるかな。早速見てみよう。V ジャンプフェスティバル97。はい、皆さんこんにちは。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 さあいよいよやってまいりました、はい、集英社 V ジャンプがお届けします V ジャンプフェスティバル97、いよいよ始まりでございますね。始まりですよ。はい、本日司会を務めさせていただきます、こちらは福田ひろこちゃん。はい、よろしくお願いします。そしてミスター X、 はい、生 X でございます。さあそれではご挨拶はこの辺にしまして、いよいよ始めたいと思います、V ジャンプがお届けします、V ジャンプフェスティバル97、いよいよ始まりです。最初を飾りますゲームはこのゲームです。エニックスからプレイステーションでの発売が待たれるドラゴンクエスト7。ゲストにはおなじみの堀井裕二さんを迎えています。あのドラクエシリーズがプレイステーション版となって一体どんな風になるのか。質問攻めにあった堀井さんの答えに会場は大いに盛り上がったぞ。キャラクターは何種類ぐらい出ますか。仲間パーティーはね、今回実はね、そんな多くないんですよ。ほほほ。あの結構仲間をね、あの深くしようと思って、はい、絞り込んで少数精鋭主義に。少数精鋭というと、だからまあ6、7人。ははははただまあ周りにいっぱい出るんで、ええ、その兄弟とか親戚とか、親戚ってないんだけど、まあ町の人とか登場人物は多分1020になると思いますけども。はあ、ね。6では夢の世界と現実の世界があったんだけど。はい、セブンではまたそういう世界は作るんですか。はい、これはいい質問ですね。先ほど数字構成とちょっと絡まってきますが、堀さんいかがですか。これはね、実はもう決まってるんですけども、まだ言えないんですよ。言えない、ね、これ言っちゃうとね、話もバレちゃうし。あ、まあ、でもまあ確かに6は現実と夢だったと。そうですね、でまあセブンは現実とおねらだかなという仲間になるモンスターは何匹ぐらいいるんですか。これもね、痛いところ疲れました。実はね、飛行疲れてますね。さっきはビシビシと結構ね、これね、実はね、まああの6のようにランダムで仲間になるモンスター実はいないんですよ。これ言っちゃっていいのかな、こんなことな。ちゃいますよ ねカジノの遊ぶ種類は増えるんですか。はい、そうですね、実はね、カジノまで実は考えてないんですよ、まだ。あ、まだ考えてない。ただまあ、毎回いろんな遊び入れてるんで、そのいろいろ種類は増やしたいなと。なるほど。いろいろ、この前スゴロクが結構ね、評判だったっていうか。あれ面白かったですよね、うん、ああいう風に、また別のこう、いろんなタイプの遊びを入れたいなと思ってます、はい、呪文もね、実は特技も含めてですね、ええ、いろいろいっぱいパワーアップしても考えているんですよ。なるほど、ね、なんかこう、いいこれはみたいな呪文がもしあったら。まあ、まだね、そこまでは言えないんですけども、まあ、今回そのさっきの低、うん、食、あ、言っちゃった、あ、言っちゃったの関係でね、そういう特技をいっぱい増やしちゃおうと思ってるんで。なるほど、結構もうすごいのがどんどん出ると思いますよ。また気になる発売時期についてはこんな風に答えてくれたぞ。まあできれば来年の年末ぐらいに出したいなと。来年の年末ぐらいなら、はい、よくその辺楽しみ、まあみんな楽しみに待ってください。では最後にメッセージを一言。
1年って結構長いと思うんですけども、まあ、それだけ面白いものを作るの時間かかるということで、その今曲待っててほしいと思います。どうもありがとうございました。着々と開発が進むドラゴンクエスト7、今後も目が離せないぞ。コナミから任天堂64で発売される正統派本格 3D 格闘ゲーム、その名はガスプ。ゲストにはコナミの開発プロデューサー永江克也さんに来てもらった。ではガスプの登場キャラクターを見てみよう。通称カイこと氷室カイ、剣法の使い手で一撃必殺の技を持ってるぞ。次は女の子のキャラクター、セリナこと比喩セリナ。技はコマンドサンボと呼ばれる軍隊が特殊訓練で学ぶ技を使うんだ。最後はストリートファッションが決まっているカオルこと八重樫カオル。こちらは古武術という昔から伝わる日本武術の使い手だ。では永江さんにガスプの特徴、魅力について聞いてみよう。ガスプの特徴はですね、いろんな障害物、これを利用できるという点にあります。まあ、例えば駐車場に車やタイヤ、まあ、こういうのを置いてありまして、ね、これらを、ね、いかにうまく利用して、まあ、戦うか、それがまあ一つのポイントになります。そう、このガスプが他の格闘ゲームとちょっと違うのが、ご覧の通りタイヤや鉄の柵などそのステージにあるさまざまな障害物を利用して戦うことにあるんだ。例えばバスや鉄柵など硬いものに投げつけられればダメージは倍増してしまうし、逆に段ボール、タイヤなど柔らかいものはそれがクッションになり受けるダメージは少なくなるんだ。常にステージの地形を考えて戦わなくちゃね。では続いてバトルシーンを見てみよう。ご覧の通り動きは全てモーションキャプチャーで作成、本物の格闘家の動きが忠実に再現されているぞ。また任天堂64の振動パックにも対応、バトルの迫力を体感できるぞ。それでは永江さんに最後にメッセージを一言いただこう。最高の格闘ゲームにしますんで、ぜひ買ってプレイしてください。お願いします。カプコンからはシリーズ開始より10年目を迎え、あのヒーローが今生まれ変わる、ロックマンダッシュ。ゲストにはカプコンの開発プロデューサー稲船啓司さんをお迎えした。ではロックマンダッシュの映像をまずはじっくりとご覧あれ。やったよロールちゃん、この動力炉生きてる。ほんと？じゃあリフレクターはあるよ、結構大きい。よかったわ、これで終盤変えるね。じゃあ気をつけて。この迫力、まるでアニメーション映画を見ているようだね。全く新しく生まれ変わったロックマン。では登場するキャラクターを見てみよう。
まずはロックことロックボルナット。世界中の宝物を探し出すディグアウターという使命についているんだ。続いてはロールことロールキャスケット。ロックに指令を出し、いろいろ助けてくれるぞ。そして悪役のボーン兄弟3人、長男のティーゼルボーン、女の子のトロンボーン、末っ子のボンボーン、みんなロックのライバルだ。続いてはキャスケット家の主人のバレルキャスケット。ロールのおじいちゃんだ。お猿さんのデータもロックを助けるキャラクターだぞ。このロックマンダッシュは敵キャラと戦うバトルシーンやロールプレイング的な展開など、全てが一つとなって進んでいき、まるでアニメの主人公になった気分でプレイできるんだ。そしてミッションと呼ばれる目標をクリアしていくんだ。今年の年末にプレイステーションで発売予定のロックマンダッシュ、稲船さんのメッセージを聞いてみよう。このゲームは、先ほどから言ってますけども、アニメの世界に入ってもらって、プレイしてもらうという、子どもの方から大人の方まで全てに楽しんでいただけるゲームだと思ってますんで、ぜひ期待しててください。ハドソンからの最新作 3D ポリゴンの対戦格闘アクションゲーム、7月よりアーケードに並び話題沸騰中のあのゲームが、早くも11月6日にプレイステーションで登場。アーケードにはないプレイステーションオリジナルのゲーム展開もあり、見逃せない仕上がりになってるぞ。ブラッディロア。ゲストにはハドソンの開発総責任者、プロダクトマネージャー池田敦さん、そして宣伝プロデューサー梶野龍太郎さんのお二人に来てもらった。さて、ブラッディロアの最大の特徴は、キャラクターの人間が獣に変身する獣化と呼ばれる機能。バトルの途中、ボタン一つで獣化することができるんだ。獣化するとそのパワーは2倍以上にもなり、繰り出す技が桁違いにパワーアップするぞ。キャラクターは総勢8キャラ。それぞれがオオカミ、ウサギ、イノシシ、モグラ、ライオン、キツネ、トラ、ゴリラに獣化できるんだ。また多彩な技の種類についてはこんなコメントが飛び出したぞ。17連コンボとか30連コンボとか、30連コンボあんまし言っちゃいけないんですけど、99連コンボとか出しちゃう人も。99連コンボ。ではそのバトルシーンを見てみよう。では最後に池田さん、梶野さんからのメッセージを聞こう。今見てもらったように、すごく簡単に遊べる奥の深いソフトになってます。皆さんもですね、11月になったら友達と一緒にぜひ獣化してみてください。ゲームセンターとは違うプレイステーションバージョンも中に山ほど入ってますので。あ、なるほど、プレステ版ならではの、はい、ならではの、ここではまだ言えませんけど、はい、たくさん入ってますので、よろしくお願いします。ドラゴンボールの決定版がバンダイより8月21日プレイステーションで登場。ドラゴンボールファイナルバウト。ゲストは
昨年に続いてドラゴン鈴木とベビー渡辺に来てもらったぞ。ドラゴンボールのキャラクターがまさに勢ぞろい。すでに8月に発売されているからもうしっかり持っている子もいるよね。でもそんな君でも嬉しいとっておきのマル秘情報をここで紹介しよう。まずタイトル画面の時にプレステコントローラーのカーソルを右左下上、右左下上と2回繰り返してコマンド入力するんだ。成功のチャイムが鳴ったらそこですかさず三角ボタンを5回、バツボタンを9回押してみよう。成功すると再びチャイムが鳴るぞ。するとなんとキャラクター選択画面にスーパーサイヤ人4が出てくるんだ。勝てるやつなんて一人もいない。このスーパーサイヤ人4は登場キャラの中でも最強の強さを誇り、あのスーパーベビーをも倒す強さを持っているんだ。ちょっとはやるようになったじゃないか。必殺技もスピアシュート。熱風ガザンシュー。また10倍カメハメハなど従来の悟空の技をパワーアップさせたものを持っており、まさにこのゲーム中最強と言っていいだろう。ではゲスト2人のコメントを聞いてみよう。今回、ドラゴンボールですね、サブタイトルにもありますように、ファイナルバウトということで、最後のゲームになると思います。ぜひですね、皆さんも遊んでですね、最後のドラゴンボールを楽しんでください。すっごく楽しいゲームなんで、ぜひともベビーを倒してください。あのスーパーロボットヒーローたちが 3D ポリゴンになり、今よみがえる。ワンプレストからの最新作、初のスーパーロボットヒーローの対戦格闘ゲーム、任天堂64でついに登場。スーパーロボットスピリッツ。ゲストにはバンプレストの開発担当寺田貴信さんに来ていただいた。では登場するロボットとそれぞれの格闘技を見てみよう。まずは機動武闘伝 G ガンダムのシャイニングガンダム。素早い動きで一撃必殺の技を出すぞ。続いても機動武闘伝 G ガンダムのマスターガンダム。中国拳法を得意とするんだ。ウォーカーギャリア、戦闘メカザブングルに出ていたロボットだ。コミカルな動きで相手を翻弄するぞ。無敵鋼人大ターン3、敵の機能を調べる能力を持ってるんだ。聖戦士ダンバイン、鋭い剣を持ち空中戦を得意とするぞ。超電磁マシーンボルテス5、喧嘩殺法、投げ技が得意なパワフルなロボットだ。超獣鬼神ダンクーガ、こちらも力技が自慢の重厚感あふれるロボットだ。 R1、 バンプレストが生み出したオリジナルロボット。基本性能が高く安定した力を発揮する頼もしいメカだ。では寺田さんからのメッセージと最後にとっておきのゲーム画面をお見せしよう。この作品は原作の話を知らなくても、格闘ゲームとして楽しめますので、
年末に64の本体ごと買って、まあ、ぜひ遊んでみてください。よろしくお願いします。マスコットキャラクターあのチョコボがついに主人公となってプレイステーションに登場。行く手に広がるさまざまなダンジョン、そして謎、不思議な冒険の旅が今始まる。登場するモンスターは FF シリーズ歴代の強者ばかり。ファイナルファンタジーの新しい冒険、チョコボの不思議なダンジョン。ゲストにはスクエアの開発ディレクター青木和彦さん、チューンソフトの中村浩一さん、そしてスクエアの坂口博信さんに来ていただいた。早速ゲーム画面を見てみよう。チョコボの不思議なダンジョンでは、チョコボが入るたびに変化する地下のダンジョンを駆け巡りながら、 FF でおなじみのモンスターと戦ったり、不思議なアイテムを探したりして冒険するんだ。画面の右下が今いるフロアの全体マップになっているぞ。続いて戦闘シーンを見てみよう。チョコボの戦闘パターンは、敵を蹴飛ばして倒す蹴り攻撃や、魔法の本を読んで敵にダメージを与える魔法攻撃など実に多彩だ。また各キャラクターの下に出ている ATB バーは攻撃力を表すバロメーターになっているんだ。そしてチョコボがいろいろなアイテムを集めることによって地上の村も発展していくぞ。アイテムの種類については、赤い薬やカード、首輪、魔法の本、これ以外にもたくさんあるんだ。またかまどの前で魔法を発動させると発見できるアイテムなんかもあるぞ。そしてなんと、あの召喚獣まで登場してしまうんだ。迫力シーンが続出だぞ。今回は特別に最新映像もお見せしよう。では最後にゲストの3人にメッセージをいただこう。かわいいチョコボを主体にした面白い不思議のダンジョンができると思いますので、ぜひ楽しみになっていてください。やるとですね、ものすごくこうハマって抜けられないようなものに仕上がると思いますので、ぜひよろしくお願いします。必ず面白いものに仕上がると思いますので、皆さんどうぞ楽しみにしててください。大事なおたけさんを捕まえてくれてありがとう。約束は10万円じゃ。領収書を書きましょうか。
母音をした方がいいですか。惑星ビレテジオンに帰れる日も近いぞ。何やってんのよ。あ、キャッシュマンの真似なんかしちゃって。シャンブル、キャッシュマンとあんたとでは月とすっぽん。ジャパットどうしたのこんなに。あんたまさか銀行強盗でもしたんじゃ。私は警官だぞ。あんたの給料でどうしてこんなに貯金ができるのよ。あ、それは。さあ一緒についてくやるから自首しよう。あ、私は悪いことなんかしてない。うん、ねえジャパット、明日私の誕生日なのよ。金のネックレスプレゼントしてくれないかしら。イヤリングまで買いやがって。このままではせっかく貯めた金がパーになるかも。たまらないぜ。貯金を全部はたいてドルコンを買ったっていうのにまだ半分か。だが、あの女に無駄遣いされるよりはいい。ドルコーンを一つ残らず運び出すんだぞ。ジャバット、直ちに38丁目のスロープタウン銀行に急行してくれ。大金庫を破り、金塊を強奪している奴らがいる。金塊？妙な顔した奴らですね。外国人かしら。何者だろうと必ず逮捕するんだ。ふぅぅぅ、退避、退避しろ。な、何？銀河系で指名手配中の宇宙モンスターオビデとレオステだ。奴ら、なぜこの地球に。そうか、奴らもドルコンを狙ったんだな。よし、相手は銀行だ。バイト料たっぷり請求できるぞ。変身だ、ショータイム。貯金戦士キャッシュマン。支店長さん、私があいつらを倒してドルコーン、いや金を取り返してあげます。本当でした、お願いします。そこで料金ですけど、相手が宇宙モンスターなんでスペシャル料金ということで、あの200万円ぐらい。200万？いえ、150、いや123でも。取り返してくださったら金半分差し上げます。金半分？はい。あの量の半分もらえたら宇宙船のエネルギーが満タンになるどころか、星のみんなにも土産を買って帰ることもできるぞ。悪運尽きたら帯で寝をして天に代わって成敗してくれる。お前は、あー、キャッシュマンだわ、かっこいい。チオラ、死んだのではなかったのか。撃ち落としたはずなのに。確かにお前らを追って銀河系の外れまで来て宇宙艇の燃料中枢をやられた。だが運よくこの星に不時着したんだ。空中戦では不覚を取ったが地上ではそうはいかんぞ。
それはどうかな。オビデ兄貴、やるわ、悪魔言った冗談にしてやる。おとなしく観念しろ。キャッシュマン素敵。わあ、おっとジオラ、こいつの命が惜しかったら下がれ、下がるんだ。相変わらず卑怯な奴らだ。よくやった、ずらかるぞ。へえ、てめえ一歩でも動いてみろ。この女の命はねえぞ。キャッシュマン、あ、ドルコン。ドルコーンを燃料変換器にバンバンぶち込んでください。もっとパワーアップしますぜ。よっしゃ、うん、やった、信じらんない。なんでもったいないことすんのよ。まだ重量オーバーだな。このアーマーも用なしだ。放り出せ。操縦桿をこのまま動かさずに握っていてくれ。うん、キャッシュマンが手を握ってくれた。やめろ、上昇しろ、上昇だ。しまった、エネルギーが。許さん。バカだ。私のドルコンをばらまきやがって、絶対に許さんぞ。目をして振り落とせ。正義の味方はその程度のことでは振り落とされんぞ。キャッシュマン。さあ。無駄な抵抗はやめろ。お前こそやめろ。せっかくだからいただくぜ。
めろシャブルドルコーンが。何あらやだ、どうしましょう。あ、ドルコーンが。無事で、でも私がやっつけたのよね、あの宇宙モンスターとかいう化け物たち。キャッシュマン、地上に戻ったらみんなに私がやっつけたって絶対言うのよ、本当のことなんだから。この女、疫病神だ。バイト料がパーになってしまった。な、なに、どうしたの。燃料切れだ。シャンブル、ネックレスとイヤリングをよこすんだ。いやよ。この宇宙艇の燃料は金なんだ。いいから早くしろ。小さいのか。返してよ。いつになったら惑星ビレテジオンに帰れるんだろう。はーい、チャパットあのね、チャパット、またおねだりしちゃっていいかしら金のネックレスなんだけど。はい。うわー、通帳くれるの、嬉しいあ、ちょ、な、何よこれ。貯金残高ゼロ。惑星ビレテジオンに帰れるのはいつの日か。頑張れチャパット、戦えキャッシュマン。ジャンプ史上でおなじみの意欲さんによる意欲満々ライブコーナーも行われ、さまざまなプレゼントが配られたぞ。最新のゲーム情報が盛りだくさんの V ジャンプフェスティバル、また来年お会いしましょう。